はい、それでは今回は株式会社ハタフル代表取締役の臼井翼さんにお話を伺いたいと思います。臼井さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、臼井さんですね、福島を中心にウェブのコンサルですとか、ウェブとかができるようになるそういうアカデミーも開催してらっしゃるということで、もう本当に地元の盛り上げを、はい、挑戦を応援するというところの旗振り役を、はい、されてらっしゃるということなんですけれども、はい、ではそんな臼井さんの夢やビジョンについてお聞かせください。はい、僕の、夢というか、そういったビジョンっていうところは、会社のこうミッションとか、そういったところにもつながってくるところではあるんですけれども、今、弊社でこう掲げているようなミッションっていうところをお話しさせていただくと、地域のもったいないをなくすっていうミッションを掲げてます。はい。もったいないを地域っていう、はい、地域っていうのが、その、知識の地と、土地の地っていう、はい、ちょっと掛け合わせたような表現になるんですけれど、はい、普段我々がこう支援させていただいている企業さんもそうなんですけれども、うん、割とこう地方に、フォーカスしていくと、その知識がないから、例えば、機械損失していることとか、あと、はい、教えてくれる人が周りにない、そういった環境とか、結構それが割と普通っていうところがあったりとかしていて、そういったこう、知識とか、そういったところにこう関連するような問題っていうところを解決していこうっていうところを、その弊社としてのミッションとして掲げているっていうところで、なんでそこはこう僕の夢だったりとかビジョンっていうところにつながるところです。はい、ありがとうございます。そうですね、やはり地域 の知識とその地域の地をかけてらっしゃるということで、確かになんか、ね、知らなくてできないこととかってなかなかこうね、じゃあ誰が教えてくれるんだっていうこともあったりしますね。すごくそこになんか寄り添っていらっしゃる伴走者でありたいっていうような言葉も拝見したことがあって、本当こう地域の企業さんに寄り添っていらっしゃるのかなっていうふうな温かさをすごく感じます。はい、なんかそうして本当もったいないをなくすことで、なんかこんな地域になっていったらいいなみたいな、こんな企業が増えていったらいいなみたいなのはどういったイメージを思い描いていらっしゃるんでしょうか。はい、弊社でこうし展開してる、事業みたいなところでいきますと、はい、主にこう法人様ですね、B2B っていう事業体があったり、はい、一般の消費者というか一般の方向けの2C の事業を、両軸でこう運営してるんですけれども、はい、法人様の部分においてはこうやっぱり、僕らがこう提供しているようなマーケティングとかそういった部分のところは、結構専門的な知識はもちろん必要だったりとかするんですけれども、そもそも結構基本的な知識とかがないっていう会社さんが多いんですよね。はい、なので、それぞれこう自分のビジネスをしていく上で、マーケティング知識だったりとか、そういうのがあった方が、もちろんその今後の発展とかもそうですし、何よりこう自分たちが、提供している商品とか、会社のメッセージとかをこうより多くの人に届けることができるはずなので、そのいい商品は持ってるけどこう伝え方が分からなくて埋もれてるとか、そういったこう会社さんをどんどん減らしていきたいなっていうところが一つあります。はい、はい、はい、一般の方向け 2C のところにおいては、一番こう我々が今活動として力を入れているところが、教育っていうところがやっぱりあるので、はい、教育の中でも特にこう、なんていうんですかね、大人の教育というか、はい、その大人になっていくとこうどうしてもこう学ぶ機会とかだいぶ減ると思うんですよね。はい、で学ぶ環境も少ないっていうところは、特にこう地方とかになってくると結構顕著で、なんで、そういった部分で、こう、学びとか教育っていうところを、我々のこう持ってる知識とかを提供していくことで、どんどんスキルアップしてもらって、こう、大きく言うと人生の選択肢を増やしていくっていうところが、僕らがこう、なんでしょうね、
値として感じているところで、なんでまあこう今こう提供している、まあ、そのウェブデザイナーの養成スクールっていうところにおいては、その働き方ですね、はいはい、まあ、本当コロナ以降こう在宅ワークとかって結構、まあ、都内とかは多いと思うんですけれど、まだまだこう地方とかだとそういう選択肢もなかったりとか、はい、まあ、そうやって働くためにはどういう仕事だったらできるのかとか、まあ、そういうのとかって全くあの浸透してないっていうの状況だったりするので、はい、ただ興味がある人はすごい多いんですよね、うん、はい、で、まあ、そういった部分で、まあ、こう我々がこう提供する価値、まあ、サービスで、そういった働き方の選択肢も増やしていくっていうところもあの今頑張っているところですね、うん、はあ、なるほど、ありがとうございます。なんかすごく地方のね、はい、あの本当具体的な課題や困っていることっていうのをすごくなんかよく見てらっしゃるんだなっていうのを改めて感じまして、なんかすごくあの共感いただける方とかめちゃくちゃいるんじゃないかなと思いましたね。ありがとうございます、はいはい。であのまあ、もし生かして今 の, あのお話いただいた中にも含まれているところがあるかもしれないんですけども、まあ、そうした夢やビジョンへ向けて考えてらっしゃる目標や計画というところですね、はい、さらにプラスであの考えてらっしゃるところがあればお願いいたします。はい、まあ、ちょっと先ほどもお話ししていたところで、あの、まあ、我々があの今提供している、ウェブデザイナーの養成スクール、ハタフルアカデミーっていうんですけれども、はい、あのまあ、今年4月に開校して、まあ、おかげさまでもう今年の申し込みもあとわずかって感じで、はい、結構いろんな方にあのご利用いただいているんですけれども、まあ、そこが一番こう直近だとあの注力しているところでもあるんですけれど、うんうん、まあ、こう割と実際に始めてみて、はい、まあ、福島県ってかなり広いんですよね。あ、大きいですよね。すごく広くて、はい、結構いろんなエリアから来てくださる方が、まあ、実際はこう結構多くて、はい、まあ、当初はその、まあ、弊社が今拠点としている郡山市中心が多いんだろうなと思ったんですけれども、はい、全然そんなことなくて、はい、本当にこう端のエリアから来てくださる方とか、片道1時間半とかかけて、っていう方とかもいらっしゃるんですよね。なんで、まあ、そうやってこう考えていくと、まあ、福島県全域で、まあ、そういったこう学びたいっていう方が多いんだなっていうことがすごくよく分かった部分はあって、確かに、なんで、はい、なんでそういった背景というかいうところもあって、直近5年以内っていうところを、はい、見据えて県内全域に、はあ、我々のこうハタフルアカデミーっていうのを展開していこうっていうような計画を考えてますね。はあ、ありがとうございます。すごいですね、はい、全員からね来るっていうのがもう一気に郡山市から規模が拡張してますね、うん、だから結構意外とその各月のクラスによっては、はい、誰も郡山市の人がいないとか、あ、そうなんですね、結構あるんですよね。へ、うん、いやすごいですね。でもそれだけ、ね、やっぱりニーズがあるっていうことを知れたことも大きいですね、うん、ですね、うん、なんかすごく本当にこれがね、全域に対してのほどしっかりとしたシステムができたら、逆に今度は福島っていうところを超えていろんな地域の本当地方の活性化のなんかモデルになっていくんじゃないかなと思いましたね、うん、そうですね。なんで、うん、もう一応直近、まあ、来年ぐらいを目安にはしてるんですけれど、はい、郡山とは別のエリアにもう1拠点、はい、一応作る予定はしていて、うん、それが海沿いの方なんですけれど、はい、まあ、そこでまたこう新たな教室っていうのを展開しつつ、その現地でも採用するっていうところで、うん、まあ、そういう意味でもこうなんですかね、地域活性化みたいな文脈でもこう活動できたらいいかなと思ってますね、うん、はい、 いや、ありがとうございます。いや本当にこうね、地域のもったいないをなくしてこう、ね、旗を振ってどんどん活性化してらっしゃるんだなというふうに感じました。はい、はい、で、まあ、今はですね、アカデミーをどんどん広げていくというところで、そういう目標や計画へ向けての活動指針や実践行動というとどういったところになるんでしょうか。
基本的にはその活動指針っていうところにおいては、まあ、やっぱりこう、まあ、そのミッションにどうつながっていくかっていうところかなっていうふうには思っていて、うん、はい、なんで基本的にこうスタッフ一人一人もそうなんですけれど、うん、こうもったいないなって思ったことはもうガンガン推進してもらうっていうところではありまして、はい、で、まあ、今のそのお話しさせていただいたようなスタッフアカデミーってい う, こう立ち上げの時もそうなんですけど、はい、今現時点でも結構僕が関わる領域って少なくなってってるんですよね、うん、はいはい、あのほぼほぼそのある程度こう構想みたいなところとかはあと大事にしたいこととか、まあ、そういったところは、うん、あの定めた上であとは以降の部分に関してはどんどんスタッフの方であのカリキュラムをブラッシュアップしたりとか、あの運用の部分はあのなんですかね、スタッフだけでこ こういう風にした方がいいんじゃないかって形で、はい、どん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 ブラッシュアップされていってるっていうところがあるので、まあ、基本的にはその明確にこうしてほしいとかこう、はい、細かくは言わないっていうところは結構最近あの意識しているところではあって、はい、基本的にはそのスタッフおのおのがこうもったいないなっていうシンプルに思う動機の中でこう動いてもらって行動してもらうっていうところで今のところでいくと、まあ、うまくいっているというか、はあ、はい、すごいですね。それなかなかこうついこう 手や口を出したくなるところって多いのかなと思うんですけど、ね、そこを本当にこうある意味任せられるっていうのが、いや、まあ、だからこそ拡張してらっしゃったりするのかなと思うんですけれども、うん、なんかそう、それに特にあの手あまりこうね細かく言わないとか手を出さないって、そう、あのそういうのとなぜできてるのかと言いますか、そうするときに特に心がけてらっしゃることってあったりしますか？そこでいくと、あのやっぱ僕自身のその、まあ、スキルみたいなところに行ったときに、はい、あのデザイナーでもエンジニアでもないんですよね。ああ、はいはい。なんであの素直になんかこう僕が言うより、まあ、それぞれの専門家が考えた方がいいアイディアとか、まあ、いいサービスになるなっていう、なんか潔い諦めみたいなところがあって、はい、なんで本当その道のプロの人がそれぞれ集まってるんだったら、うん、そこであの一番ベストな答えを出してもらって、うんうん、そこに対してこう僕がジャッジしていくっていう方が、まあ、一番こう効率的ですし、うんうんうん、なんかこう全然変な話、デザインもそんなにプロなわけじゃないので、うん、そんな人がこうデザインああだこうと言っても正直こうモチベーション下がるだけだなっていうふうに思って、うん、なんでそういったこう潔い諦めのもとで任せてるっていう感じですね。いや、素晴らしいですね。なんかそのこの懐の広さというか器の大きさがなんか本当に皆さんがなんかもったいないをこうね自分たちで拾って、それをこうどん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 解決していくような、なんかそういうこう自主性が増すような、はい、あの皆さんの取り組みになっているのかなというふうに感じました。はい、ありがとうございます。はい、そうですね。あの本当に今はこの地域のもったいないをなくすというところで、あのどんどんアカデミーも拡張されていらっしゃるところなんですけども、まあ、あのこういった夢やビジョンを持つに至った一番大きなきっかけや発見というとどういったところになるんでしょうか？まあ、起業するきっかけでもあるんですけれど、はい、まあ、今までこう私自身でいくと、もともと東京で働いてたんですよね、はい、で今から6年前ぐらいにこう戻ってきて、うんうん、で会社としては5期目に、あ、6期目に入ったんですけれど、うん、その会社にする前はこうフリーランスとして活動していて、はい、でたまたまこう地元の会社さんの支援をする機会があって、うんうん、まあ、いろいろ東京とかでも主にウェブマーケティングの領域でこうお仕事はしていて、まあ、いろんなお客さんともこうお仕事させていただいたんですけれど、うん、まあ、こう地元のこう、まあ、企業さん向けにこう支援して、まあ、こう幸いなことに結果が出て、はい、でその時のこうお客さんのこう表情というか、はい、でも結構やっぱ印象に残っていて、こうすごくなんかこうなんだろうな、今までこう不安そうだったところがこう一気になんだろう晴れやかな表情になって、
次はこういうことやっていきたいみたいな、なんかこうその後のビジョンもちょっとなんか描けるっていうことになんかつながっていったのが結構大きくて、なんかこう一つなんかそういった何でしょうね体験があって、じゃあこういう会社さんがまあなんかこう地方にいるってことは、まあ変な話こう大きい部分でいくと日本全国のまあそういった地方とか中小企業さんってなんか結構困ってることって近いのかなっていうふうに思って、はい、なんでまあそういった意味でこうまずなんか僕らとしてでいくと、まあ、そういう、 こう地方とか中小企業の、まあ、困ってる会社さん の、 あの支援をやっていこうっていうのが結構一番最初のきっかけというかでしたね。なるほど。いやでもその表情の変化はねすごいですね。そうですね。なんでまあ、今までこう、本当に名だたるような大きな会社さんとかも、はい、あのお付き合いさせていただいた時があったんで、東京の時とかは。はい、なんで、まあ、その時のこう、なんでしょうね、やりとりとはまたちょっと違ったこう達成感というか、はい、なんかそういうのを結構感じて、そこにこう自分がこう、熱量というかやりがいを感じましたし、まあ、なんかそういう原体験としてやっぱりこうもったいないなっていうところを、感じている部分はあったんで、まあ、それがこう会社を作るっていうところとか、今のこう事業の展開っていうところのきっかけなのかなっていうところですね。なるほど、なるほど。うん、じゃあその時もあの臼井さんがそのやっぱなんかその会社に対してもったいないなって感じたところに、まあ、なんか取り組まれて、その結果がなんか本当にまあ結果が出て、そのお客さんのその表情が変わったっていうのが、うん、まああったっていうところなんですかね。そうですね。その時は正直その自分の感情を言語化できてないところがあったんですよね。はい。うん、で、ただ本当最近の話ではあって、はい、このミッションってこう前とちょっと変わったんですよね。はい、で、変える時にその自分の原体験を結構振り返っていった時に、あ、まあ、どういった感情だったのかっていうのを考えると、はい、結構そのもったいないっていう結構シンプルなこう感情に集約されてたっていうのが分かって、なんで結構それがこう、今につながるこうきっかけというか、はあ、なるほどですね。なんかそのもったいないって思うとこに そこになんか思いがあって、それをこう改善した時のその変化をこう生み出していくのがなんかものすごくやりがいを感じられるんでしょうね。うん、そうですね。なるほどです。いやありがとうございます。はい、そうですね。なんかそのまあもったいないってやっぱそこをね、やっぱ取り組んでいくっていう、そこに対してある意味まあ、そのままでいいやって思う人もたくさんいらっしゃると思うんですよね。うん、なんかまあね、そんなものだよみたいな方もいらっしゃると思いますし、うん、そこをなぜこうもったいないって思ったり、あるいはそれをこう何かしらもっとこう改善していきたいと思うに、やっぱどういった背景があってなんでしょうか。やっぱりこうさっきおっしゃってたように、その現状維持で、はいはい、そのままでいいやっていう人ももちろんいるんですよね。うんうんうん、でそこに関してこういい悪いとかってないと思うんですよ。はい、それは結構価値観だったりとか方針っていうところによると思うので、うんうん、ただ一方でこう一部の方はやっぱこのままじゃ良くないとか、うん、もっとこういう世界を描きたいんだとかっていう人もいるので、うん、まあ、そういった人たちのなんかある意味こう選択肢広げるっていう意味でいくと、うん、まあ、こう我々みたいなこう存在っていうのは必要なんじゃないかっていうふうに思ってはいるので、うん、まあ、そういったこう何て言うんですかね、その人たちが描いているような夢をこう伴走して叶えてあげるようなこう存在とか、うん、まあ、そういったこうお仕事の仕方っていうのは、まあ、シンプルに楽しいですよね。あ、ワクワクします。うん、なるほどですね。うん、なんかやはりその、まあ、もったいないと思うのも、例えば、なんかね、夢を掲げて、なんかこうやりたいみたいな、だけど、何かこう、選択肢がなかったりとか、知識がないっていう、ね、そういうところになんかすごく、もったいなさを感じたり、で、それを本当、解決していくことに、すごく楽しさを感じられるっていうところなんですね。そうですね。なるほどです。なんかやっぱこう、夢をね、こう、掲げて、何かこう、ね、何ですか、現状維持というよりはチャレンジ挑戦していくことにすごくこう価値を感じていらっしゃるのかなというような印象を受けるんですけれども、なんかご自身に対してはこう臼井さんはこう
そういうのを大事にしてらっしゃるのはどういった思いからなんでしょうか。先ほどもちょっとお話したんですけれど、はい、やっぱりこう僕自身のキャリアとしてこう東京で働いていて、はい、であえてこう、まあ、地元とか、まあ、地方に戻ってきて、はい、でこう会社を作るっていう、はい、結構なんかこうなんていうんですかね、まああんまり多くないケースなのかなっていうふうには思ってます。うんうんうん、で、まあ、その、わざわざ戻ってきたんだったら、そうですね。っていうところが、やっぱ結構気持ちとしては、今もずっと強くて、はい。なんかせっかく戻ってきたんだったら、こう、何かこう、なんだろうな、成し遂げたいじゃないですけれど、何かを形にしたいっていうところは、ずっとやっぱ思っているところで、なんかこうせっかく戻ってきたのにこう例えば東京でやってたものと変わらないようなことしてるとか、まあ、その何も変わらないっていうのがすごく嫌で、だからこうチャレンジっていう部分はすごく僕も重視していて、あ、はいはい、どうしてもこう事業をやっていく中でそれなりにこう回るような状況とかある程度形になっていくっていうところもちろんあるんですけど、はい、そこをやり続けることの、なんか、ある意味、なんだろうな、つまらなさっていうところが一番、ちょっと僕の中ではあるんですけど、うん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 、そういう、こう、つまらなさっていうのが一番嫌なんで、こう、会社としてもどんどんチャレンジしていって、こう、僕自身が、こう、なんでしょうね、ビジネスってこう飽きないとも言うじゃないですか。はい。うんうんうん。なんか気持ち的に飽きないようにっていう意味も、うん、意識はしていて。はい。なんでこう常にこう、どん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 バージョンアップして、僕自身がこうなんで戻ってきたのかだったりとか、うん、そのビジネスやっていく上で飽きないようにっていうところとか、うん、そういったところを結構意識してはいますよね。なるほどです。いや、ありがとうございます。本当にね、このままではなく、やっぱりこうね、チャレンジしていこうっていえば、その気持ちってめちゃくちゃ大事だなと思いますね。やはり、そういう思いがあるからこそ、やっぱり何か一歩を踏み出せるなと思いますし、うん、そういうチャレンジするね、思いが、臼井さんご自身にもあるからこそ、まあ、本当そういうふうに思いを持って、夢を持って、活動してらっしゃる企業さんや個人さんの、そのね、本当こう、もったいなさがより見えてきたり、でそこにこう伴走しようっていうやはりその心になったりするんだなっていうふうに感じました。はい。そしてでお互いなんかこうもったいないをこうクリアしていくことで本当にそれぞれ の夢やチャレンジが具現化されていく、それを通して地方が活性して、まあ、日本が活性化していくのかなという、非常になんか明るい未来のイメージが、はい、膨らんで素敵なお話をありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。それでは最後に読者への一言メッセージをお願いいたします。はい、まあ、いろいろお話をさせていただいたんですけれども、根本はやっぱりこう自分のこう自己実現っていうのが、まあ、一番大きくて、で今こう考えていることっていうのも基本的に根本はそこなので、いかにこう自分が自分で言えるか、わがままを貫けるかみたいなところをすごく大事にしてはいるので、ぜひちょっとなんか何が参考になるかわかんないですけど、ぜひ何かこうヒントになればというふうに思います。はい、ありがとうございます。それでは今回は株式会社ハタフル代表取締役社長の臼井翼さんにお話を伺いました。臼井さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。